フルフッキング TV にようこそ。あ、どうも、来ました。2代目の大先輩、サラダさゆり様でございます。サラダさゆり様でございます。サマってちょっとやめてくださいよ。いや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 、もうカレンさんもやめてくださいよ。そんなよそよそしい感じやめてくださいよ。いや、でもこうやって話すのって本当初めてやもんね。そう、ちゃん、なんか一回、そうか、あの、うん、釣りフェスでも、うん、本当ちょろっとっていうだけでしたもんね。そう、釣りフェスでちょろっと話して、まあ、その後の反省会みたいな感じで、はい、本当にちょっと話したぐらいな感じでね。そう、こうやってなんかちゃんと2人で喋るっていうのは、うん、めちゃくちゃ緊張してるんですけど、大丈夫ですかね。こんなんに緊張してくれてるの。こんな緊張するほどのあれじゃないから。いやいやいや、もう家にいる感覚で喋って ずっと見てたんで、私はもうマジで、アングラサイドになりたいと思った時から、うん、もう皆さんのどんな活動してるのかとか、もう活躍っぷりをもうずっと調べて、うわすげえ、こんななりたいみたいな。そうやったんや。ずっと憧れてたんで、申し訳ないな、もっと頑張っとったらよかった。いや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 、そっか。そう、じゃあ念願のアングラーズアイドルになって1年、はい、え、まあ、いろいろいろんなとこで喋ったやろうけど、はい、まあ、なった時の心境っていうのはどんな感じやった、今振り返ってみると。あ、今振り返ってみるとですか。なった時はもう本当に、あの、なんていうのかな、自信もあったんですけど、うんうんうん、その選考中、うん、でもやっぱどっか不安もあって、でも、うん、いやでも自分が一番この中でやってる、頑張ってるみたいな、もう自分を信じ続けた結果がもう出て、うん、出たっていうのがもう、なんだろう、初めてなんですよ、賞を取るとか、うん、あ、そうなんや、何かで勝つとか優勝するとかっていうのが初めてで、うん、しかも自分がなりたかったものにこうなれる、うん、勝ち取ったっていうのをめっちゃ嬉しかったですね。そっか、はい、まあ、自信もやってきたっていう自信がしっかりあったからこそ受かったっていう部分もあるんかもしれない、ね、そうですね、もうあの時はもう必死でもうそれしか見てなくて、うん、あ、そうだよね。そっかそっか。こうやってね、なってもらって嬉しいな。いや、なんかどの立場やねんって感じ。いやいや、そんな、さゆり様ですよ。さゆり様恐れ多いですもん、本当に。まあでもね、あの、うん、結構歴代のアングラーズアイドルも控え室あるやん、はい、みんながステージに出てて、候補生がステージに出てて、はいはい、で控え室があって、歴代のアングラーズアイドル そこでね、誰がなるかなっていう話を、うん、予想してたんですか。そうそう、毎年するんよ、はい、で、このカレンちゃんっていう子は行くんじゃないっていう意見はやっぱ多かった、はい、本当ですか、うんうんうん、ほぼほぼカレンちゃんじゃないのかみたいな。あ、めっちゃ嬉しいですね、うん、やっぱりこうやってるっていうのが分かるやん、うん、まあ見えますからね。そうそうそう、なんかちゃんと、あ、釣りやってるんやなっていうの、うん、もちろんね、アングラーズアイドルって釣りやってなくてもね、うん、そうですね、はい、応募してもらって大丈夫やけど、関係ないですけど、そう、やっぱ熱意を感じたよね。うん、そう、それしかできなかったですよね。うん、そうか、偉いね。いや、尊敬するわ、ほんまに。いやだから、うん、その撮った時に、あの、裏でこうなりましたみたいな、うんうん、業者の人たちとやるじゃないですか、はい、でその時に、何恥じぬように頑張りますって言っといて今なんかこんな、え、何、なんか、だからまあコロナのせいもありますけど、うんうん、でちゃんとできてんのかなみたいな、そう、先輩から見てできてる。もうできてる、できすぎなぐらいできてる。偉い。いや、それは良かったです、うん、じゃあ。本当にね、この、はい、待ってても来ない状況やん、仕事が、はい、そうですね、なかなか思うようにできへん中、こうやって自分で動画撮影して、うん、しかも釣りってさ、一人でするって大変やん。結構そうですね、で、そのあゆどなちゃんとかとね、ワイワイやってたりもするだろうけど、はい、知ってくれて。ありがとうございます。見てます。ありがとうございます。そう、でもやっぱりね、うん、こう一人で釣りでね、こう両手塞がるわけやん、釣りは、うんうんうん、で釣れへん時間帯とか、いや結構きついですよね。そうよね、はい、そう、しかもバスやん、はい、なんか
絶対に釣れる釣りではないやんか、まあ、どの釣りもそうやけど、うんうん、どちらかというと結構坊主の日も多いような釣りや、うん、そう、はい、そういうのをねこう攻めてやっていってるっていうのは、まあ、好きが根底にあってね、はい、なんかそういうのが伝わってくるから、うん、すごいなと思う。いやでもそう1個悩みがあって、うん、そのバス、うん、私もバス自身メインでやっていこうっては考えてるんですけど、うん、やっぱいろんな釣りも知っていかないと、うん、そのアングラーズアイドルとしてっていうところがあるんですけど、その辺は、うん、やっぱもう全般的にじゃないですか。そうやね、全般的に、ね、バスもプライベートで、え、動画でやってましたよ、ね、動画でやってた、やってましたよね、ありがとうございます、バラしたやつね、そう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 左足水に浸かってやつかってありがとう見てくれて、いえいえ、そうね、そうだからやっぱ全般的にやってった方がいいのか、うん、もうコアな方に行ったの方が、なるほどね、そのどっちがいい、いい、どっちがいいっていうのもないと思うんですけど、そうやね、まあ、まず自分がどうしたいかが根底にあって迷ってるんやったら他もやってみても全然いいと思う。なんかね、私は一番最初は船の餌釣りが多かったのかな、仕事としては、あ、仕事としては船の餌釣り、アジ釣りとかカサゴ釣り、はい、メバル釣りとかってそういうちょっとライトな、あの結構初心者向けのやつが多かったんやけど、うん、あのプライベートでよくルアーでキハダキャスティングとか、はい、スロージギングとか、そっちをねプライベートでガンガン行ってたんですよ。そしたら仕事がそっち方面に移り変わってきて、あ、そうそうそう、だからね、まあ、やって損はないけど、はい、バスで突き詰めてもそれはそれでいいと思う。まあちょっとどっちつかずな意見になるけど、いやでもそうなんだろうな、うん、まあ好きでやってるのはありますけど、うんうん、やっぱいろんなとこに挑戦はしてみたいんですけど、その気持ちがあるんやったら、うん、行った方がいいんじゃないかな。なんか他の釣りをして初めて、あ、これバスでもできる、そうそうそう、バスにこう応用できるんやとか、うん、他を知ることで自分の好きな釣りにこう組み込めるというか、うん、いろんな釣りから吸収してそれをまたバスで返せるというか、あ、なるほど、うん、視野は広がったね、面白い。ちなみにそのソラナさん、いろいろ多分全般やってると思うんですけど、うん、中でも一番好きな釣りって何ですか、うん、これね、一つ、いや、あ、別に大丈夫です、あのこれのここがいいとかでもいいですし、ね、好きな釣りは、はい、3つまではね、ベスト3は絞れて、お、1個は、はい、ティップラン、イカ釣りね、あ、イカ釣り、そうそう、イカ釣り、エギングとかもそうだけど、はい、まあ、ティップラン、ティップランっていうんですね、そうそうそう、でもう1個は、スロージギング、中心海の、はあ、アカムツとかキンメダイとか、はい、水深 200-300m とか、 200-300m? もう何やってるか分かんないそう、手巻きで手巻きで、手巻きで、マジっすか、そう、もうジグね、でっかいやつを落として、それが2つ目、はい、で、3つ目はアユ釣りが大好き、あ、アユ釣り、アユ釣りが入ってくるんですね、そうそうそう、その3つかな、絞れって言われると、すごい、幅広いですね、そう、そうやね、確かに200-300m から水深 50cm とか、その辺の魚の釣りまで確かに、ほんまやね、本当、水深で考えるとだいぶ広い、だいぶ広いですねそうでも、オールレンジを、うん、その3つはね、やっぱりね、もう語、いっぱい語れる、あ、そうなんですね、うん、そう、でイカってめちゃくちゃ難しいイメージあるんです、うん、やったことは、あ、ないんですよ、あ、ほんと、あのね、イカはね、うん、あ、いや、この今言った3つ、多分、あ、アユは、うん、アマゴと多分同じ感じですよね。アユは友釣りで釣る。あ、じゃあやったことない。あ、本当。じゃあ全部やったことないです。そっか、うわ、一緒に行きたいね。いや、めっちゃ行きたいです。行きたい行きたい。せっかくね、YouTube もあるし。そうそう、コラボしましょうよ。ほんまや、ほんまや。そうですよ、半年に1回。だいぶ遅いけど、私。これは半年後ですよ、絶対。これね、ちょっと夏頃に上がるから。頑張ります。え、でも釣り行きたいよね、え、めっちゃ行きたいです、ね、なんならもうみんな集まって、うんうんうん、アングラーズアイドル
集合して行ったら、うん、絵面やばいことになります、ね、はい、いやそれぞれキャラがあるからね、そうだ、まとまんないと思います、そうやねもう総括してくれる人がいない、ちょっとじゃあお願いします。いや私は暴れ回る方だね。そうだね。フル腹筋に決めまくる方だね。黒腹筋黙々と。じゃあこれからやってみたい釣りとかは？やってみたいのは、うん、あれです。タチウオとか。おお。ジギング？ジギングか。うんうんうん。そのエサ釣りじゃなくて、はい、こうやって。しゃくってね。しゃくってるやつ。うんうん。とあとサメ釣り行きたいんですよ。おー、サメ狙いで。サメ狙い餌で。いや、それ何でもいいです。あ、何でもいいんや、はい、でサメをなんか東京湾、うん、相模湾なんかどっちかになんか、うん、サメ専門の、うん、あるね、釣り船出てるね、出てるらしくて、うんうん、あるね、そう、それに行きたいんですよ。あー、なるほどね。サメか、うん、サイズは、サイズも、うんうん、でかければでかいほど、そうか、じゃあね、サメ釣り専門のところもいいけど、はい、あの相模湾の夏のキハダキャスティングに行くと釣れるよ。本当ですか？相模湾の夏のキハダキャスティング、うん、そう、あそこはね、あのイワシ団子をサメがこう作ってくれてるのね。へえ。だからもうね、今年もね、私あの行ったんやけど、うん、相模湾のキハダキャスティング、はい、もうサメがね、めっちゃでかいよ。1メーター以上。うわ、最高。2メーター以上あるかな、本当ですか、ぐらいのサメが 3,4 匹でこうイワシをガポガポしてて、そこにマグロもついてんねんけど、はいはい、でもどうしてもやっぱサメの方が先に食うんよ。あ、そうなんですね。 そこにキャストして。サメ大変やで。大変って聞きました。もう私も70キロの釣ったことあるんだけど、もうね、70キロ、そう、次の日体バッキバキえ、そう、手で上げたんですか？そう、50キロのサメと70キロのサメを釣って、その夏で、ね、50キロの方は、はい、あのジグが胃袋の方に入っちゃってて、腹筋をした時に胃袋がベロンって、ね、サメちゃんには申し訳ないけど出ちゃってて、はい、結構すぐ上がってきたの、はい、5分くらいで、はい、ね、70キロの方本当に大変やった。ぜひ味わってほしい。タイヤ味わいたいですね。めっちゃ楽しいよ。大変だけどそのファイトがめちゃくちゃ楽しそうだなって思って。なんか夏行ってたよね。行きました、シイラ、あれ、もともとマグロを狙いに行ってたんですけど、そうなんや、あのトリアムっていうんですか、うんうん、あれがもうなさすぎて、あーねー、そう、でも結局シイラ釣りに変更して、うん、で、まあ、サメもちょっと見えたから狙ってみたいな感じで。そうなんや。サメはその時は食ってこなかった？見るだけ、見切られました。あ、そうなんや、うん、そうか、サメね、釣ろうと思うと来てくれますね。いや、恥ずかしいですねでもあの荒波の中キャストし続ける、うん、あの体感ってめちゃくちゃ大変なんですね、うん、ああそうね、慣れるまではそうかもしれないね、うん、もういつ私海に振り落とされるんだろうってどうし、いつももう穏やかなダムの上のあ、そうか、はい、もう11フィートのレンタルボートでやってるんでそうか、こんなうねりはね全然もう船酔いとか関係ないところで釣りやってるからそっかそっか、うん、え、船酔いはする？しないです。あ、せえんだ。基本大丈夫なんですけど。すごい羨ましい。え、するんですか？私はもうめっちゃする。大変じゃないですか？そうね。まあでも、もう慣れてきて、この仕事を船に乗り出してからは10年目だし、はい、慣れてきたけど、うん、最後に履いたのは3年半ぐらい前かな。あ、もうでも今でもどんなベタなぎでも、はい、あの酔い止めは必ず飲むぐらい、ブランコでも酔ってたぐらい。あ、そうなんですね。ちっちゃい頃。そうそうそう。でも慣れるね。あ、慣れるの、うん、でも船酔いせえへんから、うん、ね、大丈夫やね。大丈夫だと思ってるんですけど、でもこのうねりの恐怖は逆に大事やと思う。恐怖感はやっぱ恐怖感徐々に乗り越えながら、はい、恐怖感持ってないとさ、無茶しちゃって怪我しちゃったりする。落ちたりとか滑ったりとかしますよね。そう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 。だから恐怖感持ちつつ徐々に慣れていくとすぐ行けそう。なんか本当ですか？すぐ慣れそう。運動神経良さそうやもん、ね、運動神経はいい方ね、はい、めっちゃ良さそう。すぐ行けると思うよ。GT も楽しそうですけどね。あ、GT も面白い。なんか、ソラナさんの動画の中で一番回ってるやつ、あれ、GT ですよね。そうね。そうですよね。海外で撮ったやつね。そう、あの日はまあ渋かったんやけど。あ、そうなんですね。でも GT はやっぱかっこいいよね。うん。
追いかけてくる瞬間のこの背びれが見える感じとかが、そうなんですね。そう、やっぱマグロとかヒラマサとはまた違うトップゲームの面白さ。あ、トップゲームなんですね。そうそうそう、トップゲーム、まあ、ちょっと沈めたりっていう釣り方もあるんやけど、はい、まあ、基本的にトップで結構バブル出してここですよっていうアピールをして、ポッパー使って。あ、ポッパー、そう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 、好きそうやん。好きですね。そうよね、GT 行きたいね。 GT 行きたいですね。でもその好きなエギングとかも教えてもらいたいんで、ぜひ。いや、もう教えるなんてほどではない。いやいやいや、好きなだけで教えてください。ほんまや、釣り行きたいね。めちゃくちゃ行きたいです。なんか文ちゃんとかも行きたいねみたいな、うんうん、この間、はい、打ち合わせした時に、そっかそっか、そうね、文ちゃんも滋賀やしね、今関西遠征もいいよね、うん、ちょっと緊急事態宣言が落ち着いたらね、ぜひみんな集まりたい、うん、ねえ、どんな感じなんやろう。楽しそうやね、絶対楽しいと思う、ね、まあ、泊まりなんてしたらもう、もうやばいですよ。いいね、終わんない、夜終わんない。ほんまや、夜は終わんない。いろんな話で盛り上がるやろうね、はい、もうオフレコばっかりの話が広がると思います。結構今ね、ここも控え室で撮ってるんですけど、そうそう、結構後ろの方にね、人とかがいて、あんなことやこんなことは話せないから、ね、話せ、そうそうそう、ね、誰が聞いてるか分かんない。そうそうそう、それをね、ちょっと生配信してもっとあかん、もっとあかん、もっとダメですよ。全国に配信、アーカイブ残して、やばいやばい、さらけ出さないと、やばいそれ。Pもできないのに。ね、それも楽しそうやね。そうですね、生配信、お泊り生配信、やばいな、やばいな、騒がしそうですね。いや、絶対楽しいね。絶対楽しいだもんね。ほんまや、いつか実現したい、接待です、それは。ちょっと落ち着いたらね、はい、ぜひぜひぜひやって、ほんまや、行きましょう。ありがとうございます。めちゃくちゃ話しましたね、ありがとうございます。なんかね、もっともっと話したいけどね、動画の尺長すぎたらね。そうですね。あれやけど、一応じゃあノーカットで言っていいですか、じゃあこれ。いいの？OK。 ありがとうございました。はい、ありがとうございました。2代目の沢田さゆりさんでした。はい、ありがとうございました。おじゃなー。おじゃなー。